ただいま。お帰りなさい。どうした？元気ねえな。どうしたんだ？どうした？ダメ、どうしよう。何があったんだよ。私はダメな妻、ダメな女なのよ。何があったんだよ。言ってみろ。おい、大変なことしてしまった。言ってみろ。何があったんだよ。怒らない。言わなきゃ分かんないだろ。実は私、あなたの箸折ってしまったの。どうしよう。なんだそんなことかよ。びっくりさせんなよお前。箸なんかいいだろお前。これカバタコなんか折っても構わないよ。買えばいいんだよ。買えば。許してくれるの？当たり前だろお前。何言ってんだよ。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。分かった。飯。おい。分かった。ズボンまだ下げるのは早いよお前。どうした？何があった？何があった？大変なことをいたしました。何があった？言ってみろよ。実は私、おかずを買うのを忘れてしまったの。どうしよう。そんなことかよお前。おかずなんかいいだろお前。大丈夫だよ。許してくれるの？当たり前だろお前。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。おかずで、じゃああれしよう。お茶漬けしよう。お茶漬け。どうしよう。何があったんだ。何があったんだ。何があったんだ。言ってみる。どうしたの今度は。実は私。うん。ご飯を炊くのを忘れてしまったの。そんなことかよ。許してくれるの？当たり前だろお前。そんなご飯なんて。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。じゃああれだ、そば屋かなんか出前と頼もうな。俺カツ丼でいいや。カツ丼で。これはマイクじゃないんだよ。これマイクじゃないんだから。なんだよ。おそば屋さんが休みだったの。それお前のせいじゃないだろう。許してくれるの？当たり前だよお前。何言ってんだよそんな。私って幸せな妻なのね。ありがとうございます。もうこういう時は飲んでよな。おいパジャマくれ。パジャマ。どうした？何があった今度？どうしたんだ？どうしたの？アイロンをかけようと思って、焦がしてしまったの。アイロンで焦がした？どれ？どこ焦がしたんだよ。ここはどこか。うわ、すごいな。許してくれる？当たり前だ。さあ、寝よう。